はい、マノチです。よろしくお願いします。ドラゴンボール天下一大冒険やっていこうぜ。ウィーダー。2009年か。結構最近っちゃ最近だな。Wii のソフトなんですけども、もう Wii の後期か。だよね、こんな。ワクワクしてきたぞ。まずは遊びたいデータを選ぶのじゃ。はい、ニューゲームですね。やっていきましょう。遊ぶことができるぞ。頑張るんじゃぞ。頑張る。クラシックコントローラーが効くみたいだから、まあどうにでもなるかなと。アドベンチャーか。ストーリーに沿って遊びます。これいきましょう。冒険してステージを選んでくれよな。A ボタンで決定ですね。はい、これは1の3まであんのかな。そうすればこのステージ1の赤いリボンが終わるってことなんでしょうか。まず操作方法の確認がしたいな。いや、この頃のドラゴンボールいいよね。まあ Z 以降とちょっとまた感じが違ってさ。7つ集めるとどんな願いも叶えてくれるという伝説の宝玉ドラゴンボール。山奥で一人で暮らしていた悟空は都会から来たブルマという娘と出会い、そこからドラゴンボールをめぐる冒険の旅が始まった。その冒険の旅から1年、祖父の形見である4つの星が入ったドラゴンボールを探すため、悟空は再び旅に出たのであった。惜しいのかな。アクションゲームだと思う。ステージ1、赤いリボン。レッドリボン軍っていう語呂の良さやばいよね。すごいよね、考えたのね、本当に。あ、シルバー隊隊員のところから行くんだ。何時だと思っている。すでに8時を回っているぞ。あ、シルバーさん、おはようございます。挨拶をしている暇があったらとっとと作業にかかれ。はい。レッド総帥から早く探し出せとの催促が今朝もあった。ブラウン隊はすでに昨日見つけたそうだ。お前たちも気を入れてかかれ。いつまでももたもたしていると処刑されるぞ。何としても見つけ出せ。いいな。へい。ドラゴンボール、こっから始まるっていうことは、多分あれだろうね、ハッちゃんとかそこら辺やることになるんだろうね。ずいぶん来たはずだけどな。すごくな、ドラゴンボール。ブルマにもらったレーダーってやつで見たら、こっちに1個映ってたもんな。これが今いるとこで。うわ、やった、近くにあったあっちだな。よし、あれ。いやー、均等乗ってみたいけど絶対俺落ちちゃうわ絶対落ちちゃう、もうその乗れないわ絶対。あれ、おかしいな、この辺だと思ったんだけど。うん、気づいちゃったかな。レッドリボン軍二等兵。なんだてめえは、どっから現れがった。まずは戦闘か。チュートリアルだったらいいねこれね。おっちゃんたち、この辺で星の入った弾もいなかったか。ドラゴンボールってんだけど。てめえ、どれ、なんでドラゴンボールのこと知ってやがんだ。怪しいガキめ、シルバー大佐のところへ突き出してやる。A を押すとアタック、はい。わあ、いいね、ニョイモンを使えるんだ。 B ボタンでジャンプだね。超強いじゃん。操作性はいいな。エリアスタート、取らして、よし。二段ジャンプはないみたい。 Y ボタン何も効かないね。これ回避かな。おっか、
これ回避かな。なるほど、よし、操作性はいいな。多分チュートリアルだな。コンボ中に地上でスティックプラス、スティックの上プラス A を押す。おー、ちょっとやってみようか。あ、できたできた。おお、面白いわ。面白い。ここのチュートリアルすげえ大事だな。うん、あー、なるほどね。要はコンボ中にスティックで、あー、あ、はいはい、ちょっとやってみよう。うわー、かっこいい。めっちゃ面白いんだけど。ロックオンしたいな、なんか敵をロックオンできるシステムがあったらいいんだけど。この空中コンボ難しいね。今なんか書いてたな。まあ動画には撮ってるからちょっと後でちゃんとしっかり見とくわ。面白い。力ゲージが溜まるとスペシャルアタック、多分カメハメハかな。 X でスペシャル、はい。コンボ中にも打てるんだ、すげえしっかりしてんな。コンボ中にしてみよう。うわ、かっこいい。俺普通にうまくね。めっちゃ面白いわ、めっちゃ面白い。こういうところは壊して下に行くとしっかりできてんな。よし、とりあえずあれだね、しっかりガード、はい、地上でR押すとガード、はい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 。やってみよう。こういうことか。難しくない？ガード中に攻撃ボタンでしょ。これだ。ちょっと難しいね、そのガード中のやつは。ロックマーカーが出ているときに Y を押すといろんなアクション。ロックマーカー、上のやつか。あ、はいはい。まあちょこちょこ難しさはあるけどね。回避、これね、これはもう見つけてるから。あ、奥行きもあるんだね、いけるんだね。面白い。ポーズメニューでチュートリアルを選択すればこれまでのチュートリアル、あ、見れるんだ。あー、はい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 、いいですね。ステージの中には8個のコレクトアイテム、手に入れたコレクトアイテムはギャラリー、はい。いいことか。それはちょっと見たいけども、どうなんだろうね。後々回れんのかな。後々回れるんだったら、ステージを回れるんだったら、これ右側行かなくていいの。
コレクトアイテムあるんじゃない。こっち側が正解だったね。こっち側にコレクトアイテムだね。いやーこれどうなんだろう。コレクトアイテムゲットしながら行った方がいいのかな。わかんないけど、悟空がパワーアップとかするんだったらもう必須だよね。ただなんかこうなんかギャラリー集める、ギャラリー集めっていうのか、それだけだったらいらないけど、操作性は抜群にいいな。それは本当やってて面白いわ。こっちか。いやー 3D だね。よし、このお金もきっとどっかで使うんだろうな。アイテム買ったりできるんだろうね。今あったね。見つけた。これ大変じゃね、8つ集めんの。じゃステージそのものは結構長い感じはするね。ボス戦来たぞ。まあ多分勝てるだろう。ボス戦だよなこれな、きっとな。ドラゴンボールじゃないの。やりましたよ。クソ、俺様としたこと。なるほど、あの上に登れるんだ。ちょっと空中でカメハメハとか出せないのかな。これはなんだ、何やればいいんだ。上に捕まってかわすとかそういう感じだろうなきっとな。この木のところに来てくれたやつか。これ避けてればいいんだ。全く当たる気はしねえけどな。カメハメハでやっつけたい。うまいことコンボできないな。なんでこったい、使っちまったよ力ゲージを。やりました。てかあんまりにも重いと浮かせることはできないんだ。流進中、はい、けど一応持ってくか。次はじっちゃんの弾だといいな。あーそっか、この時点ではまだあれだもんね。ウッパの父ちゃん生き返すかそういう時じゃなくて、じっちゃんの形見をただ探しに行ってるだけか。
うわー、結構クリア時間かかんね。1の1だけこんなかかるんだ。まあチュートリアルとかもあったしな。まあ明日からはおそらくまあちょこちょこね、1の2始めて、まあ、順調にクリアしましたみたいな感じでカットしながらやったりとか、そういう感じになると思うが、テンポは良くなると思います。とりあえずここで終わっときますか。1本目はね、こっからやるのもなんかちょっと中途半端な感じはするよね。なんで明日からちょこちょことこう編集でね、間延びしそうなところとかカットしながら、進めていきたいなと。冒険してステージを選んでくれよな。ちょっと選んでみる。うわー、結構時間かかりそうだね。あ、この1の2から1の3までにあの宝箱が8つあるってことか。1の1だけで8つじゃないんだ。そっかそっかそっか。で、多分これ後でもいけるんだろうね。だから、まあ、そこはもういざとなれば攻略サイト見ながら、多分あるべ。多分あると思うんだよな。見ながらやっていけばいいから、あんまりね、その宝箱気にせずに進めていこうかな。よし。では、終わりましょう。終わり。バイバイ。